百花繚乱、ハイレベルな女子 100m ハードル決勝がまもなく始まります。2024日本学生個人選手権、8人の選手が決勝の舞台に駒を進めました。ディフェンディングチャンピオン、自己ベストが13秒25の伊藤彩香、現在画面の中央、赤と白のユニフォーム。対するは関東インカレ 100m ハードルと 200m の2冠、高橋亜美、さらには早稲田のゴールデンルーキー、インターハイ連覇の林美希、日本インカレを2度制している島野真央、その他法政大学、今日自己ベスト、そして大学記録を塗り替えた川越美咲、まさに誰が勝つかわからない 100m の電撃戦です。筑波大学の前田美月、そして中央大学の4年生松下美咲、こちらがディフェンディングチャンピオン、福岡大学の伊藤彩香、準決勝でも1着できています。その隣、早稲田のゴールデンルーキー林美希、法政大学の川越美咲4年生、今日自己ベストと法政大学記録を打ち立てています。筑波大学関東インカレ200と2冠を達成しました高橋亜美2年生、日本女子体育大学大学院の1年生島野真央、日本インカレを2度制した人です。そして立命館大学、こちらも1年生の福井由香が入ります。大会記録は13秒22、順天堂大学の本田玲選手が去年の準決勝で出しています。その13秒22を上回ることはできるか。福岡大学の伊藤彩香は13秒25という自己ベストを持っています。第3レーンのディフェンディングチャンピオン、スタートしました。さあ横一線、誰が飛び出してくるか。福岡大学の伊藤どうか。5番の川越が来ている。その横からゴールデンルーキー早稲田の林、そして外から高橋亜美、外の筑波の高橋か、中央早稲田の林か。追い風 0.3 メートルと場内では表示があります。ディフェンディングチャンピオンの福岡大学、伊藤彩香は敗れる結果となりました。関東インカレ2冠を達成していた高橋亜美2年生、今場内でも表示がありました。この日本学生個人選手権を高橋亜美が制しています。速報タイムは13秒35、追い風 0.3 メートルという、その中で素晴らしいタイムを出しました。2着に早稲田の林13秒40、そして3着に法政の川越13秒44。レースを振り返ります。ここまでのレースの中で一番タイムの速かったディフェンディングチャンピオンの伊藤はわずかに伸びがありませんでした。その間に外から3人一気に伸びてきて、最後は高橋亜美が突き抜けました。13秒35、0コンマ05秒差の決着ということになりました。まさに誰が勝つかわからないハイレベルな女子 100m ハードル、今年のこの日本学生個人選手権を制したのは関東インカレ2冠を達成していました高橋亜美、笑顔がはじけています。では高橋亜美選手に来ていただきました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。すごい接戦を制しました。まず感想お願いします。まず予選と準決勝でちょっと思うようにタイムが出なくて課題が結構残ってたんですけど、決勝はベストは出なかったんですけど、まず改善すべきところは何個か改善できたと思うし、タイム的にもこの試合としては割と満足かなと思います。1日3本というスケジュールの中でこの3本目で記録伸ばしました。そこについていかがですか。やっぱり今日は気温も高かったですし、疲労は結構大きかったんですけど、やっぱりその決勝に向けてやっぱ気持ちがどんどん強くなったので、すごいそれが結果につながったかなと思います。関東インカレから好調続いていると思いますけども、今年のこの好調の要因というのはどこにあると感じてますか。やっぱり去年から今年の冬季の期間で
まあ、今までになかったような練習、ちょっと怪我をしてしまったりしたので、その時に走れない分基礎を固めたりして、それが今シーズン効いてきてるかなと思います。それでは最後にこれからの目標を教えてください。まず直近に日本選手権があるので、まあ、ハードルはアンダー20で出るんですけど、まずそこで優勝を決めて、まあ、その後は世界選手権出られるように頑張ります。ありがとうございます。筑波大学の高橋選手でした。ありがとうございました。すみません、こっちお願いします。はい、じゃあ目さあ行きますよ。笑顔でそのまま、こちらお願いします。ありがとうございます。